皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。スズリでございます。ゼルダの伝説夢を見る島パート5、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の実況からかなり時間が経過しておりますが、続きをプレイしていきたいと思います。さてさて、洞窟があります。おっと、僕マンボウの子供、名前はマンボタメゴロウ。あ、楽器ないの？そう、ブクブクブク。え、楽器がないとダメなのかな。うちに上がりたいですね。とりあえず、ワンをしてみましょうかね。まだマリンちゃんいますかね。なになになに、お化けさんがついてきた。あ、いますね。あ、処理落ちが。じいさんに電話してみましょう。ウルリラ、言いづらい。じゃあ、変なお化けに取り憑かれたとな。そうじゃの。そいつの行きたいところに連れて行ってやったらどうかな。ウリラー、ガチャ。行きたいところってどこだ。あー、で、連れてって、あ、喋りました。家のお家、家のお家。ナマズ、なんだろう。お姉さんいた。入り江で泳いでたら水着を波にさらわれちゃったの。見つけてくれたらね、私のバツバツバツあげる。なんですかね。おじさんがいますよ。いやー、参ったよ。魚に針を取られてしまってね。糸だけ垂らしておるんだが、やっぱり何も釣れんようだよ。あら、私にそのハイビスカスをくださるの？どうもありがとう。とっても紳士的なあなたにお願いがございますの。聞いてくださいます？檻の外れのライト様に手紙を届けていただきたいの。よろしくお願いいたしますわ。ハイビスカスがヤギの手紙になった。なんかすごいぞ。すればいいんだ。とりあえずイベントをこなしながら、この子の家に。なんか怪しい場所がいます。あ、秘密の貝殻ですね。ここじゃないですかね。あ、ビンゴです。ここ、入って。僕の家、昔がってる様子です。昔、やっぱり買ってない。もういい。
バカ、帰る。バカ、連れてって。ほろっときましたね。なんか、だよで。やっとたどり着きました。右、墓地、下、ふくふ草原。ここでしょうね。ありました。ここですね。ありがとう。僕のうちのここ調べて。バイバイ。おっと、ほうほうほう、ご無沙汰じゃったの坊や。マーサの入り江の深みより、ナマズの大口に入られよ。風の魚は、坊やが近づくにつれ、目覚めに向かう。歩み続けのされ。ほほうほほう。ライトさんに手紙を渡したいと思います。なんと、文通のお返事を持ってきてくれたんですか？嬉しい。あ、しかも、ブロマイド付きだ。全然違う。クリスティーヌって書いてありますよ。ヤギじゃないんですか？なんと美しい。あ、お礼をしなくては。でも、ほうきぐらいしかないんです。これでよろしいですか？いいよ。お礼に、ほうきをもらった。しかし、あのブロマイドは、完全に詐欺ですよね。面白い。いや、文通って本当にいいもんですよ。あ、ほうきをなくされてますね。ちょっと、話しかけてみましょう。やっほーやっほー、新しいほうきかい？悪いね、私にくれるんだろ？そうだよ。それじゃあお礼に、川で拾った釣り針でもあげようかね。あ、話がつながってきましたね。ほうきと釣り針を交換した。今度は何になるんだろう。おお、君の持っているのは釣り針ではないかね。それを私にくれんかね。何か釣れたら、交換でどうだ？うん。では、プロの技というやつをしかと見ていなさい。早い。早い。お、これはでかいぞ。でかい、でかいぞ。そりゃあ、釣り針がピンクのブラジャー、になってしまった。ラッキー。いや、何が釣れるか本当に楽しみだよ。あれですね。流された水着っていうのこれですね。ました。あ、それ、私の水着よ。ねえねえ、返して、返してよ。そしたら私の体から一枚鱗を取らせてあげるから。返す。一枚だけよ。水着を返して人魚の鱗を一枚取らせてもらった。よ、嬉しいぞ。おっと、できましたね。お、
りました。来ましたね。レベル5、ナマズの大口。あー、来ましたね。コンパス。うん、難しい。ここは後からっぽいので、とりあえず戻ってみましょう。わあ、ボス戦です。いや、なにこれ。あ、やだやだ。あ、効きますね。爆弾ですね。でも、あ、ちくしょう、かなわねえや。ここはひとまず退散するぜ。お、退散しました。でも、ヒットポイントが。学校の中身は俺様がいただいた。欲しけりゃ捕まえてみな。マスタースタルフォン。どんな名前なの。
これは普通に無理です。ああ無理じゃなかった。石板に文字が書いてある。欠けてて読めない。すいません、音がうるさくてごめんなさい。今のね、出たのにハートしました。行かない。あ、さっきのところに繋がって、あー、ここは次に行って、え、また？え、見つかっちまった。すごい野郎だぜ。やだやだ。今度は飛んでこない。チークショーかなねや。ここはひとまず退散するぜ。また逃げられた。50ルピー手に入れた。割と嬉しい。炊きました。出ました。え、見つかっちまった。すっごい野郎だぜ。どっちか。やだやかなわねえや。ここはひとまず退散するぜ。え、また逃げた。なんかある。石板のかけらを見つけた。これで壁の文字が読めるぞ。はあ。あ、いましたね。いえ、また来やがった。本当に諦めの悪い野郎だ。この性格、俺様が直してやるぜ。なんかあんまりないよ。ショットを手に入れた。ボヨヨーンと伸ばして使おう。やったやった。
りました。を使います。お、すごい200ルピー。おー、すごく嬉しい。はい、これで倒せるんだ。おーい、鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。ここですね。小さな鍵、便利便利で、手に入れた。割と嬉しい。の鍵を手に入れました。やっと行けました。わ、なんだこれなんだこれなんだこれ。攻撃パターンを読めば倒せそうです。やりました、倒しました。長かった。
ボスの部屋までたどり着きました。ボスに勝負を挑みたいと思います。メーカー風の魚を起こしに来たよそ者はシシ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 シなるほど、わかりました。悔しい。おめえまだこの島がどんなとこか分かってねえな。お人よしなやつ。しししし。やりました。嵐のマリンバを見つけた。神殿に島の秘密がある。はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。